二軒、茶屋餅は、三重県伊勢市の和菓子店、住屋本店の商品。二軒、茶屋餅は、住屋の製造をするきなこ餅であり、中に、あんこが入っている。住屋は、天正三年に、伊勢神宮へ参拝する船山宮の港であった、大港から瀬田川を遡る、船着き場の近くで創業された。創業当時、船着き場付近には、住屋と港屋の二軒の茶屋があったことから、 同地は二賢者屋と呼ばれるようになったと伝えられる。なお港屋は現存しない。大正12年に18代目、当主、鈴木東吉が味噌、たまりの醸造も始めた。1994年に不動産部門を分離して、法人化し、有限会社二軒、茶屋餅住や本店となった。チビールの伊勢角屋ビール、新都ビールのほか味噌、醤油も製造販売している。現在の社長、 鈴木主ゲムは創業者から数え21代目にあたり、東北大学農学部卒業後、2県茶屋持住屋本店を経営し、日本商工会議所青年部元副会長、伊勢商工会議所青年部元会長なども務めた。現在は、三重大学地域イノベーション学研究科の博士課程後期を単位満了大学し、その後、博士を授与された。三重大学と共に、 新たなチビールを共同開発し、そのチビールが2014年9月に開催された国際大会インターナショナルビアカップでボトル缶、ハーブ及びスパイスビール部門で金賞を受賞した。スミヤの敷地内には樹齢404年のオークスの下に記念碑が混流されている。この記念碑は1872年に明治天皇がカイロより伊勢神宮に参拝した際、 二ャイ屋に上陸したことを記念して建立されたものである。墨屋の裏手にある建物は、かつて餅の原料となるクローザ等を蓄えておくくらあったが、現在では様々な古民具を展示する墨屋民具館として一般に公開されている。江戸時代から使っていた餅作りの道具や、商売道具、生活雑器などを展示しており、大きな民具や農具、銭箱など、 当時の生活を伝える展示物も手に取ってみることができる。建物の一角は川の駅にもなっている。二軒、茶屋餅隅屋本店の味噌醤油工場も味噌たまり蔵として見学を受け入れており、100年前から続く伝統的味噌醤油の醸造設備の見学が可能。昔ながらの天然醸造で伊勢うどんのつゆなどに使われるたまりや醤油、味噌を作り続けている。 仕込みの工程をすべて見ることができ、生のたまりのシーンも可能。また、隣接するチビール像では、チビール、シントビールが出来上がる様子を見学できる。ありがとうございます。